新州8号は2011年10月31日に打ち上げられた新州計画による無人宇宙船である。中国国家公典局によると新州8号は11月3日に遠隔操作で宇宙ステーション天狗1号とドッキングした。これは中国発の軌道上ドッキングとなった。2008年9月29日、チャイナマンドスペースエンジニアリングの副所長である。 長見方は中国中央電子大のインタビューで、天宮は2010年に打ち上げられ、新州8号、新州9号、新州10号とドッキングが試みられると語った。2008年10月1日、新州の開発に関わっている上海スペースアドミニストレーションは、天宮と新州8号のドッキングのシミュレーション実験に成功したと発表した。 2011年9月29日、主戦衛星発射センターから調整2号 F ロケットによって天宮1号が打ち上げられ、さらに2011年10月31日21時58分、同センターから調整2号 F によって新州8号が打ち上げられた。新州8号は無人で打ち上げられたが内部には、 弱っ腹を装着した重さ7 5ラムのダミー人形2体が搭載された。北京時間11月3日0時16分頃に新州8号は天宮1号から約5キロメートル離れた距離まで接近し、そこから約1時間かけて接近作業が行われた。その後4 0 0ルまで接近し、カメラなどで確認した後、ドッキング作業が開始された。 ドッキング作業は北京宇宙飛行管制センターが見守る中、自動で行われ、その様子は中国中央テレビでも中継された。このドッキング作業は15分間以内で完了し、中国発のドッキング成功となった。新州8号は11月14日にドッキングを解除し、2回目のドッキング試験をより難易度が高い日照条件下で行った。その後、 11月16日にドッキングを解除し、11月17日夜、内モンゴル自治区に帰還した。帰還の様子は映像が公開され、新州8号の機体後部に設置されたカメラを使って、軌道モジュールの分離、逆噴射時の振動、帰還モジュールの分離が中継された。このような映像は、ロシアのソユーズ宇宙船でも取得しておらず珍しい映像となった。 新州8号は全長9.25メートル、重量8082キログラム。中国とドイツが微重力環境で実験を行うための植物や小魚などのサンプルが搭載された。このドイツの実験装置はシムバックスであり、新州に初めて搭載された外国の実験装置である。中国の宇宙船システムのチーフデザイナーであるカシワクスノキによると、 新州8号は大きなモデルチェンジが行われる最後の宇宙船になる予定で、これ以降は大量生産のために同じデザインが使われるという。新州8号はランデブードッキングミッションに備えてスラスタの追加が行われたほか、宇宙ステーション側から電力供給を受けることにより、ドッキングあと180日間状態を維持する能力を持たせたほか、 着陸時の衝撃を吸収するための座席の改良などが行われた模様。ありがとうございます。